こんにちは、星徹子チャンネルです。徳島県鳴門の新たへのゆえ出発。あー、へえ、 RV パーク、あっこにあるな、左かな。まあ一回受付しな、わからんね。はい、到着。コインランド。で、RV の方が100円引きで入浴券が作れて、でこれが明日の朝の10時まで何回でも入れます。はい、ね、お風呂が、ね、出てもらって一番向こうの入り口なんですけれども、はい、こちらまたフロントで見せてもらったら、はい、リストバンドがもらえるんですよ。はい、それで館内が利用できます。はい、リストバンドで自動販売機とかがピッてしてお買い物ができたり、はい、でも何も使わなかったらもう出るときにリストバンドを返却するだけです。はいはい、でこちらが電源の鍵が入っております。はい、あとゴミの回収しておりまして、こちら2枚セットになっております。はいはい、で缶瓶、ペットボトルと、あとは燃えるゴミで分けるようになります。はい、またゴミ箱ご案内いたします。はい、でこれがね、ここのお店で使える 5% の割引券です。これも明日まで使えて何回でも利用できます。はい、でここのお店は8時15分まで営業しています。はいはい、ここ足よかったりするので、すげえ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 、マジか。ここがお風呂の入り口で、はい、でトイレと流しは24時間使えます。はい、で流しの飲みにも大丈夫、はい、3時間になります。はい、またわからなかったら聞きに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。明るい間にトイレ確認とくわ。ここで洗い物はできるって書いてたな。トイレはこういう感じですね。綺麗ですね。あ、洋式が2つ。こちら24時間 RV パークを使う人が使います。新たへのゆうさん、お世話になります。いいやな、ロイヤルラウンジ。飲んだり食べたりもええな。こちらのお風呂、天然温泉はすごく塩辛かったです。私が今まで入った中で一番塩辛かったかもしれん。何回もお風呂入れるんで、一旦車に戻って休憩してまたお風呂入りに行きたいと思います。車中泊スポットはこちら新たへの湯からこちらの方へ回ってきたところにあります。食材足らんからちょっとローソン行こう。お姉さんが言ってたのはな、ここにちょうどな、体だけ入りそうななとこあんねん。だってそんでなかったらぐるっと回らなかなと思ったらやろう。ローソン近、ローソンめっちゃ近いやろ。ちょっとタランズを買いましょうか。ローソンなると協定場前、めっちゃ近いやろ。リサーチしといて、お父ちゃんより先にお風呂から帰ってきたやん、車に。その時にな、あ、そういえばローソン、あのぐるっと回らんでもなんか行けるところがある言ってはったな思って。はい、到着。さあ、今日の晩ご飯は、今日は念願の電子レンジ晩ご飯です。ちょっとこれは息子が大学の時に一人住まいしてた時に使ってたやつをわざわざ持ってきました。今日はね、 RV パークに車中泊やからね、電源があるから行きます。じゃあご飯は、今日はご飯と釜飯ね。でこれがスーパーで買ったネギ焼きな。でこれが業務スーパーで買ってきた幻の手羽先とキンパで、ちょっとこれじゃ物足りんかなと思ったから徒歩1分、ローソンでジューシー焼き餃子。さあ今から電子レンジでチンしていきます。日頃あんまり買えへんから、これは中身を出してチン。でこれはラップをかけないで
チンか、うん、でご飯からご飯から行こうか、うん、ご飯はここまで開けて2分ね。使い方してんのそれ。え、なんで。いや500やろ、うん、2分や。簡単やなそれ。それだけや、うん、使い方も何もない、うん、600ないのそれ。500か。え、500と700。700、うん、700でもっと早いよ。700やったら分が変わってくるよ。変わる、変わるけど。そうやろ、書いてあるのは500と600しか書いてあるよね、うん、あらら、ゆらゆら、よいしょ。熱い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 。こういうご飯湯煎じゃなくてさ、うん、一回電子レンジでしたかって、うん、電子レンジでチンして簡単なご飯食べれるやん、いつも、うん、もうそんなん2分でご飯できんねんで、お父ちゃん。男のロマンはないやろけど、さっき言うとくわ。ない、男のロマンはない。男のロマンはないやろけど、男のロマン、うん、ミニマムでもない。手軽さや。はい、そしたらお父ちゃん乾杯。はい、簡単電子レンジのチンご飯。でも電子レンジ便利やな。便利。電子レンジ眺めるだけでおかずが出来上がんねんで、うん、なあ、夫婦でずっと電子レンジ眺めてるだけでご飯できたで、うん、男のロマンがないわいや、男のロマンよりもちゃんとご飯が成功する方がいいわ。それではいただきます。おっ、うん、きい。ネギ焼きめっちゃうまい。私な、うん、ずっと世界の山ちゃんって聞いたことあんねんけど、うん、食べたことないねん。名古屋に有名な、要はあれやな、あのサービスエリアとかで売ってるやつやな、うんうん、うんうん、普通だ、うん、おいしい。アルコール進むわアルコールが進む。そんなんなくても進むやんか何でもいい、何でもいいやろ。お父ちゃん、これも一回食べてみようよ、うん、お父ちゃんが言うさ、うん、餃子のタレがないけど、うん、出すローソンが出すねんから絶対美味しいんちゃう、うん、普通やとこうやってつけんねんから。もちっとしてるし、味もあの具にものすごい味しっかりついてる。食べて、うん、どう。だよな、普通の餃子よりちょっと具は濃いめやね、うん、奥から濃い味出てくるわこれ。うんうん、俺らがもう冷凍食品の批評流してええの俺らも多分楽にできたっていう話さえしたらこれでええんちゃうの。何が美味しいの。なんかめっちゃ上からやけど、これあかんのちゃう。これめっちゃ上から目線やった。何が美味しいや言うて怒ってあるで今頃どんだけのお金かけて開発してると思うねん。お前らみたいににわかのチンご飯で喜んでるようなやつが何を抜かしたいらんこと言うなこれも食べてみよう。これは美味しいんだよ。おいしいやろ。うん、うまや。おいしい。この味が家で出てへんねんな。普通で出来焼きでやろうと思っても、うんうん、なら出てる。お父ちゃん、まあ、ないかな、これ見える感じは。わからない、これ順番通りじゃないですよ。うん、来たから順じゃないですよ。あっちアスカって、このあれ、あのアスカかな、うちのアスカかな、隣の。アスカ、アスカお酒有名。あ、奈良県や。おお、こういうラベルなんです。あ、あるあるある、ここ北酒造あるわ。あったあった、面白いでしょこれ。はいはいはい、こういうの目的に。で、まあ観光名所とかも紹介があって、はいはいはい、まあ、こんな感じで、ただのお酒がパン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 じゃなくて、そう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 、ここ行ったらこういうことをしてお酒を買って帰ってくださいみたいなね。酒造もその全国チェーンを専用に、うん、もうここ限定のラベルと、うん、その配合を作って出しとるみたいな感じです。意外と知らんもんやな。やっぱり梶原神宮はまあ出てくるわな。そう、そんな感じで。そうか、すごい。ちょっと私も今月はちょっと九州まで行く予定。九州、山口、博多とかここら辺を網羅しようかなとは思ってます。九州はでもあれでしょ、焼酎強いでしょ。そう、だからこれね、酒じゃないんですよ。泡盛もあったり、あ、今日買ったんも、うん、徳島のやつも梅酒なんですよ、うん、アルコールやな。くくりとしたらお酒っていう。ああ、くくりはお酒か。完全にその日本酒だけじゃないですよ。
鹿児島どこやろ。多分焼酎だと思います、うん、大口酒造。あ、やっぱ違うな。芋焼酎。芋焼酎か。でもあの本場の芋焼酎は美味しいよね。甘いね。甘い。分からんやろ、お父ちゃん。飲まんから分からんやろ。お父さん飲まないやつか。これを呼んでもらったら、うん、どこどこで売ってるとか、うんうん、でその限定で契約してるところでしか出さんから、どこの道の駅っていうわけでもない。ほら、こんなんすんねやったら、もし酒嫌いでもいるで、これは。あ、そう、コンプリートしたいっていう熱がある人だったら、だからね、道の駅をコンプリートするか、うん、お酒でもね、これやったらそこ行って一箇所ですやん、うん、道の駅はね、なんかもう通ったら絶対行かなあかんっていう衝動に駆られてしまうからそう、時間が何もあっても足らんでしょ、うん、そう、だからもうピンポイントでもうこれだけっていうのを決めていった方が、で、まあ、私めちゃくちゃ酒好きやから、うん、だからもうまあまあ買って帰れるし、うん、そうや、うん、私酒好きやけど、お父ちゃんは酒飲まんからちょうどええやん。あんたは運転このお酒を、そう、ここに行ってみましたみたいな、それやんか、はいはいはい、そう、なんかきっかけ作りにはなるかな。目的を作るのにはこういうのはええねんな。じゃあここ行こう、今回はこっち方面行こうとかね、うん、あ、よかったら旅先ね。え、これがなおいくらって言ってました。1100円。おー、1300円とか400円。今後はこれ買わんでもいいですよ、うん、あの旅先置いとるとこやったら、これをプリントアウトしてくれとって、これにスタンプをしてもらっても全然いいんですよ。いや、うん、いや、 やっぱりこれ持っていかな、やっぱり、うん、ちょっとね、ちょっと話にならんと思う。あの御朱印帳もちゃんと冊子を持っていかなあかんねん、紙もらって帰ってくるんじゃあかんねんって。そう、いや、でこれだけやったらどこにあるかがわからんかったから、うん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 、ちょっとこの説明書きもね、はい、アマゾンで売ってますから。はい、ありがとうございます、はい、次の日は届きますありがとうございます。いや、知らんかったな、こういうのあるって。なんかね、旅行とか行ってたらね、いろんな情報を教えてもらったりするから ね、全然知らんこともあるもん な、うん、だってあの道の駅のあれかってさ、旅行しだしてからだいぶ経ってか、今さらまたもう一回そこよういかんしなっていうとこもありますやん。ありがとうございました。いい、すみません、お邪魔しました。 いろんな人に会うな、楽しいだったな。またこれご紹介できないでしょ。なあ、紹介してもええって言ったあったし、うん、なあ、ええー、情報もくれあったんや。あれ、あの本買うで俺悪いけど。え、旅酒、旅酒の本、うん、1000円安いし、うん、酒飲まへんお父ちゃんが。いや、でもあれ、あれあるっていうだけ楽しいやん、うんうん、以上やな。以上毎回なんかもうめっちゃおもろい人に会うわ。普通やない人にそれ、洗い物終わったらお風呂もう一回行くで。今何時なん、もう遅いの。いいよ、ここだって最終受付11時やもん、うん、まだ今で終了24時、うん、もう6時か、うん、視聴者さんから私たちのロゴのマグカップを作っていただきました。紅のたぬきさん、ありがとうございますはい、牛乳入れてちょうだい。今日は電子レンジがあるから。はい、お父ちゃんどうぞ、うん、まあ私らはさ、あの電子レンジのチンご飯したけど、うん、ここええよな。ええな、な、食べれるし、うん、飲めるし。車でまず来てたら飲まれへんやん、うん、でもここ RV パークやけど、こういう温泉施設ついてるし、ご飯もあるしさ、美味しそうやったやんか、うん、おはようございます。こちらの RV パークはこういう大きいキャンピングカーが3台止めれるスペースがあります。そして
私たちのような軽キャン乗用車はこちらの方に2台あります。昨日お隣にいらっしゃった岡山からの奥さん、酒旅という本を教えてくれました。楽しい奥さんでした。もう私が起きた時にはもうすでに車はなく、もう出発されているようです。こちらの RV パークはもうすぐにローソンがあるので、昨日も何回かこちらの方で買い物をしました。車中泊スポットから徒歩1分で行けるローソンはありがたいです。新たえの湯では朝ごはんはやってないので、近くに朝食べれるお店がありますよっておっしゃっていただいてたので見に行きたいと思います。朝からローソンって言ってもあるんですけどね。 RV パークから徒歩2、3分でチャリンコさん喫茶店があります。新たえの湯からこちら道を隔てた前にうつしお食堂さんがあります。今お聞きしてきたら、お好みのおかずが1品で550円、お好みのおかずが2品で770円みたいです。朝からわざわざ作らなくてもこちらに来るっていうのもいいですね。こちらは地魚とかでも美味しくて有名みたいですね。口コミでも高評価です。じゃあただいま、はい、やっぱり今日ボートレースやってんねんて。今日3日目やで、明日が優勝戦っていう話だかな。昨日もやってて、あの橋で見た時お客さんが少なかっただけやで、やっぱりただ単に練習で回ってたわけじゃないって。あれそうなん、昨日もやってたって言ってたで。ほんであのモーニングってあんねんて、あのボートレースにも、だからこんだけ早く立ってるらしい。レンチンご飯、まず卵をね3つで、堀西さんかけます、でも便利な電子レンジ、普通やったらさ、カセットボンベのガスのやつ置いて、フライパン用意して、でから油ひいて、しなかやん。これやったらさ、電子レンジ眺めてるだけでできる。ロマンがないな。男のロマンどうでもええねん。それゆで卵をぐちゅぐちゅにしたやつが出来上がんねえな。違うよ。今何しようとしてんの。とりあえず自分の中ではスクランブルエッグやねんけど、我が家の家では卵ぐにゅぐにゅと。コンロでやれって言われるわ。コンロでやれって視聴者さんに。ちょっと慣れてないね。慣れてないだけや。マグカップの形で出てきちゃった。崩そう崩そう。で次はこれ、昨日スーパーで見つけてきたチーズフォンデュ、家庭で手軽にチーズフォンデュ、これを電子レンジにしてチンして、で入れ物もついてんの。入れ物ついてる。食パンをして、で、あ、ほんまや、液体になってるわ。いいな。じゃあこれにね、軽くラップをかけます、2分を目安に加熱してください。500ワット、600ワット、はい、出来上がりました。今日の朝ごはんはチーズフォンデュです。いただきます。あ、チーズがちょっと好みちゃうんか。うん、そうじゃなくて、やっぱりあのお鍋でやるチーズフォンデュの方がやっぱ美味しいわ。あ、そう。うん。やな。パンにはおてないかもしれない。これ野菜とかやったらいけるかも。あ、そうやね。野菜やったらな。ちょっと卵硬かったね。あっち薄っ。これにさ、もうちょっと茹でてもよかったわ。そうやな。あんなに食べたのに足らへんの？足らへん。でローソンでお湯も入れてもらった。入れてもらったね。で持って帰り、こうやって持って帰り。ちょうど歩いてるやつ1分計算したらいいで。一口ぐらいであげるで。そうか。お父ちゃんありがとう。こうやってさ洗い物できるところがあるのは助かるな。ここもさ
なんかここのお店が開く前に帰る人は朝早くに帰る人はここにキーを入れてください。これもいいね。私はそんな早く帰らへんけど。RV パークを使用する方はここにゴミを捨ててくださいって言われてるのがこの奥です。昨日こんなにボートレースの、あ、そうか、ここ着いた時にボートレース終わってたんか、だからそんなボートレースの音聞こえへんかったでと思ったけど、ちょうど今サンレース名がやってるみたいですね。締め切り5分前。こうやって RV パークにゴミが捨てれるところがいいね。なんとRV パーク使用の人だけやからな。俺だけでよ、うん、で燃えるゴミと燃えないゴミと分けてね。はい、いいね、いいね、よかった。今から最後に朝風呂入らせていただいて帰りましょうか。どんだけ堪能すんねんってぐらいな。すごい大学だ。露天風呂、え、露天風呂、だから協定のな、うん、が見れんねん。やっぱりものすごい窓いっぱいが協定のな、うん、あれプール、海、内風呂からも見るし、うん、露天みたいな、うん、全部がもうレースやね。みんな露天風呂行ってんのじゃん。そう、おっちゃんだもん、みんなバーッ。ほんますごいな。は、低迫力もね。でも競馬みたいに途中で抜いたけどね、あんまりないから俺分からんねん。1位はずっと最後に1位な感じすんねんな、うん、すごいな。女風呂は何にも見えへん、音だけ。音だけ、ものすごくかっこいいね、うーんって。あ、そうだ、あ、すごいな、車、協定なあ、これだけよね。ありがとうございました。ロブイパークなんです。はい、すみません、お世話になります。あ、ドリンク、ドリンク、ありがとうございます。ありがとうございました。もらいました。昨日 RV パークの説明してくれはったお姉さんにありがとうございましたってお伝えください。すいません、また来ます。おらへんかったな、残念やな、いてなかった。ああ、いらへん。あらたえのゆさん、ありがとうございました。めっちゃゆっくりさせてもらったな。しすぎや、ゆっくり。ここの温泉めっちゃぬくもるよね、ポッカポカで、うんうん、でここの新たえの湯の RV パークの使用料金は電源付きで2500円、うん、電源を使わなかったら2000円、うん、で今回私たちは平日だったので平日は入浴料金750円なんですが100円引き、うん、だから2人で650円 ×2 と電源を使わせていただいたんでプラス2500円で車中泊できました。うん、初めてよね、電子レンジのレンチンやったな。ご飯、うん、簡単やったな。電子レンジ備え付けたら大変かな。それでは自宅に着くまで安全運転でよろしくお願いします。はーい。